予想以上に遅い。皆さんこんにちは、佐藤康恵のナチュライフ、見てくれてありがとう。今日はですね、私の大好きなエッセンシャルオイルの香りを皆さんにはお届けなかなかお届けできないですけど、私が感じてる香りの、感想を聞いてもらって共有できたらなと思うんですけど、これ私のお気に入りのアロマエッセンシャルオイルのケースなんですけど、この色が白がすごい好き。何がいいかな、例えば、コロナ禍っていうのもあって、意外とベタだけどこのペパーミント、いつでもどこでもこれがあるだけで、例えば偏頭痛とか、あとは電車乗っててちょっとこう気持ち悪くなっちゃったとか、ムカムカするとか、そういう時だけでもなんか香りをね、少し嗅ぐだけで変わるんですよ。ああ、もう気分が全然違う。意外とここのなんかドテラさんのって甘い優しいスカッとする感じなので、ついついなんかこれをペパーミントなのに嗅いでると、私はね、なんかね、チョコ食べたくなっちゃうあれだよ、なんだっけ、31のさ、ミントチョコ、あれが好きなの。でも息子があれ食べて、もうママなんでこんなまずいの僕に食べさせたんだって怒るんだけど私はその31のそのアイスにこれをかけて食べたいぐらいすごい好きなんだよ。次はね、あ、これはもうみんなが、なんだろ、スマイル、笑顔になるって感じ。これ最高、これ最高、みんなに嗅いでほしい。あー、これほんともうみかんの皮がギューってなんかもう詰まって、シューってギューってシューってやったような、もうこれ最高で、結構柑橘系とか、レモンとかもそうなんです。レモンね、あるけど、デトックス効果があるので、胃の、例えば、ちょっと消化とかもね、助けてくれるから、私はすごいおすすめで好きなんですけど、お水に入れて飲んだりしてて、おー、あー酸っぱいあー、でもこの匂いすごい、妊娠中落ち着いてたかも、この匂いで。あー、今はちょっと、なんかここら辺が痛くなる、キュンってキュンってなる。もうこれは私の大好きな匂いね、サンダルウッド知ってますか。すごいね、濃厚なんですよ。で、他のもちょっと待って比べてみるね。例えばオレンジとか見てもらったら分かるんだけど、今一滴垂らそうと思ったんだけども、トントンって落ちちゃうでしょ。じゃあ次サンダルウッドね、見ててね。予想以上に遅い。もうね、とろっと濃厚なんですよ。だから今日とかちょっとね、お天気が曇りでちょっと待って、本当に来ないの。もしかして今日来ないんじゃないか、あれ、ここにいっぱいいるんだけどっていうぐらいすごいトロッとしてるんですよ。来てる来てる、でも、あ、来てる来てる、いくよ、来てるよ、すんごい、ここがすごい力入っちゃったあー、いい香り。もうこれは本当に、なんか夢の香りですよ。これ嗅いだ瞬間、一気に夢の中で落ちれるあー、これ夢の香りだわ。あー、幸せ。あ、オレンジとも意外と合う。今日初めてオレンジと合わせてみたかも。これって、お花とかだったらまた吸湿方法が違うけど、サンダルウッドとか樹木とかって、要は木を傷つけて、その
傷を補うためにこう、なんだろう、こう頑張って出してる液体っていうんですかね、油なわけですよ。なのですごく効果というか、こう濃厚でやっぱりすごい凝縮されたものなので、パワーがすごいなんか感じるというか、だから本当にあの自分のクリームとかに混ぜてあの使うだけでも結構お肌とかも急にツルッと良くなったりとかして、なんかその日によってのお肌の調子とかを見ながら、あ、これはちょっとお腹に塗ろうとか言って、今日はちょっとお腹がなんか調子悪いなとかいうのを直接ちょっとペッパーミントクリームと一緒に混ぜて塗ってあげるとか、そういうことをなんかやることで、なんかすぐにね病院に駆け込んでいくのも今怖いじゃないですか。だからお家のなんかホームドクターみたいな感じで置いてるんですよね。あとこうラベンダー、これはもうね火傷とかにめっちゃいいの。私そういえば昨日フライパンの縁にね、なんかほんと一瞬だったんだけど、あ、当たっちゃうと思ったら当たってて、もう気づいたらめちゃくちゃ熱くてっていうことをまあしょっちゅうやってるんですけど、やけどにラベンダーめちゃくちゃいいんですよ。あのね、エッセンシャルオイルの本とかにも必ず書いてある。で香りもいいということで、いろんななんかエッセンシャルオイルをまだまだ紹介しきれないぐらいあるんですけど、こんな感じで私だけいい香りに包まれてしまった香りってすぐに脳にこうあの走ってくれるから、一気にあの表情だったり気分だったりがリフレッシュします。なのでぜひなんかいろいろ楽しんでトライしてみてほしいなと思います。あ、今日の一言言ってないじゃん。どうしようかな。分かった。いつも私が自分に喝を入れて言ってること、気をてらうな。いつもこれ言ってます以上、またね。キープスマイル、バイバイ。